しくじり大名大久保長安、金山奉行の特権でセレブ生活、死後不正疑惑で一族皆殺し。大久保長安とは、大久保長安は江戸時代初期、徳川家康に仕え、江戸の社会経済の発展に寄与した人物です。有能な官僚として財政や交通網の整備など内政面で手腕を発揮しました。中でも鉱山開発における長安の功績は大きく、島根県の石見銀山や新潟県の佐渡金山、静岡県の土肥金山は長安の指揮によって産出量が飛躍的に上がり、日本だけでなく世界経済にも影響を与えました。幕府に多大な貢献を残した大久保長安ですが、実は彼の死後に起こったとある大事件によって、長安の一族はことごとく粛清された上、彼と深く関わっていた幕臣たちも連座し、改易などの浮き目にあってしまうのです。大久保長安は一体どんなしくじりを犯したのでしょうか。長安、長安武士になる、戦闘力はほぼゼロ。大久保長安は天文14年1545年、猿楽氏の大倉家の次男として生まれました。一族は武田家お抱えの芸人として武田信玄に仕えました。長安は信玄にその才を見出され、武士となりました。戦で活躍することはありませんでしたが、武田家不代の土屋正嗣に仕えて、甲斐の国の税務や治水、鉱山開発などを担当しました。この時に姓を土屋と称し、土屋長安と名乗りました。武田家が滅亡すると、土屋長安は徳川家康のもとに仕官することになり、家康の重臣大久保忠隣のもとに預けられることになりました。この時姓を土屋から大久保に改めました。長安出世する、ロケット級のスピードで。長安は大久保忠隣のもと、戦で荒れ果てた甲州の地を再生するため、堤防の建設や神殿開発などに注力し活躍、瞬く間に甲州を再建したとされます。天正18年1590年、家康が関東に異邦となると、長安もそれに従いました。長安は代官頭に任命され、他の代官とともに家康の直轄領を管理するという重要な役目を担いました。そして自身も武蔵の国八王子の土地を拝領し、町の内政にあたりました。慶長5年1600年、関ヶ原の戦いで徳川軍が勝利すると、徳川家は豊臣家が支配していた佐渡金山、生野銀山などを手中に収めます。長安は武田時代での鉱山開発の手腕を買われ、金山奉行としてこれらの鉱山の管理一切を任されました。長安はこれまでの坑道の掘削方法を見直したり、西洋から伝来したアマルガム法、水銀流しという最新技術を導入したりするなど、鉱山開発に尽力。その甲斐あって石見銀山の銀、そして佐渡金山、土肥金山の金の産出量は世界トップクラスとなります。中国や朝鮮などの東アジア、ヨーロッパにまで日本産の金銀が流通するようになりました。長安は翌年1601年、甲斐奉行、石見奉行、美濃代官に就任。さらにその2年後の慶長8年1603年2月には、家康が征夷大将軍となったタイミングで、長安も守護位下、石見の神の官職を賜り、家康の六男松平忠輝の付家老となりました。5ヶ月後の7月には佐渡奉行、12月には勘定奉行となり、同時に幕府の年寄り、
後の老中の座も射止めたのでした。わずか10年余りで代官から年寄りにまで上り詰め、幕府の要職を歴任してきた長安は、有力武将との幅広い人脈も築き上げました。石川康長や池田輝政とは姻戚関係となり、さらに松平忠輝と伊達政宗の娘との婚姻を取り持った縁で、伊達政宗とも親交を深めていきます。長安、奇跡にいる。最後は寂しく。天下の総代官と呼ばれるほど、幕府の中でも圧倒的な存在感を放つようになった長安ですが、慶長17年、1612年頃から中風を患い、正妻を欠いていきます。さらに、鉱山の採掘量の減少を理由に代官職を罷免。さらに、正室にも先立たれ、失意の中、慶長18年、1613年、4月25日に駿府にて病没しました。享年69歳。ここまで長安の生涯について解説しましたが、実は肝心の長安の人物像については謎も多く、後世あまり多くは語られていません。しかしながら、元芸人としての性格のためか、それともあまりに早く、そして強大な権力を手にしたためか、長安には浪費家、派手好みの一面があったとされています。晩年得た病は中風ではなく、梅毒という説もあり、女遊びが過ぎたせいなのではと言われています。こうした長安の派手好みの性格が、後に大久保長安一族の最大の受難、大久保長安事件へとつながっていくのです。大久保長安事件簿ファイル1、横領、そして謀反の嫌疑により一族滅亡。長安の葬儀は彼の遺言によりゆかりの地である甲斐で執り行われる予定でした。しかし徳川家康がそれに待ったをかけたのです。長安に横領の疑いが持たれたためでした。長安は生前金山奉行として得られる収入の取り分を多く見積もり、金銀5000貫を不正に蓄財していたというのです。実際、長安は莫大な富を得ていました。その生活ぶりは贅を極め、自分の死期が近づくと、黄金の棺に入れて豪勢に葬儀を行うように。と、遺言を残したとも言われています。さらに長安に謀反の嫌疑がかかりました。長安はかつての主君であり、自分を武士の身分に取り立ててくれた武田家の再興を画策している。密かにキリシタンと接近して幕府転覆を図っている、など、次から次へと不穏な噂が飛び交っていたのです。家康は長安の息子たちに、代官所の勘定を命じますが、息子たちは、未熟ゆえにできかねる、と返答。これに激怒した家康は、大久保家から鉱山の統括権を剥奪。さらに、嫡男、大久保藤十郎をはじめとする長安の息子7人全員に切腹を言い渡しました。長安の遺体は引きずり出され、駿府城近くの安倍川にて斬首、串刺しとも、晒し首にされてしまいました。粛清の嵐はこれだけにとどまりませんでした。まるで長安の痕跡をすべて消し去るがごとく、家康は長安と縁戚関係にあった大名たちも次々に処断します。嫡男藤十郎の舅である石川康長は流罪。三男の成国を養子としていた青山成重は改易。さらに、長安の庇護者だった大久保忠隣まで、長安の謀反に加担していた、として改易となってしまったのです。大久保長安一族は断絶。長安が死去したわずか3ヶ月後のことでした。大久保長安事件簿、ファイル2。
本田正信、正純親子の暗躍。多くの犠牲者を生んだ大久保長安事件。しかし、長安本人が本当に不正を行い、謀反を企てていたのかどうかは明らかではなく、不自然な点も多く残されていたため、ある陰謀論が囁かれるようになります。それが、親子二代にわたって家康に仕えた本田正信と正純の暗躍です。実は彼らは、大久保忠隣、そして長安とは長年政敵の間柄でした。関ヶ原の戦いで徳川秀忠が上田城を攻めていた折、大久保忠隣の家臣の抜け駆けに対し、本田正信が処断したことがきっかけで、両者の間に亀裂が生じ、以後も激しく対立していたのです。しかし、慶長17年、1612年、正信の子、正純の家臣である岡本大八が、肥前の大名、有馬晴信に対し、正純に無断で有馬氏の給料回復を約束した朱印状を発行。その見返りに仲介料を受け取っていたという事件が起こりました。この事件の裁定には、大久保忠隣が当たり、大八は火あぶり、晴信は改易、後に死罪となりました。本田親子は連座を免れたものの、これにより面目を失い、代わって大久保忠隣が権勢を振るうようになりました。さらに、忠隣の近くには、幕府の財源を手中に収め、諸大名にも顔が広い長安がいます。本田親子にとっては、忠隣も長安も目障りとしか言いようがなく、いつか彼らを潰して返り咲く機会を伺っていたのでしょう。長安の死去の方は、まさに本田親子にとって忠隣を失脚させる絶好のチャンスでした。暴臣としても名高い本田正信は、すぐに三段を巡らします。長安に謀反の疑いがあり、などと家康に讒言し、忠隣も連座となるよう取り計らったのです。こうして、本田親子の思惑通り、長安一家は粛清され、忠隣は改易処分となりました。長安の死を利用し、政敵を一掃することに成功した本田正信は、その後も家康に参謀として重用され、この正純は秀忠の代まで仕えました。まとめ。本田親子の陰謀も確たる証拠が残っているわけではありません。とはいえ、とてつもない権力と財力を誇っていた長安が、立場が上がると同時に敵を増やしていたことは想像に難くないでしょう。また家康も、莫大な富を抱え増長する長安を恐れたのではという見方もあります。長安は主君家康に習い、武士らしく、つつましやかな生活をしていれば、また評価が変わっていたのかもしれません。彼の最後は不名誉なものとなってしまいましたが、かつて彼が内政を担当した八王子の地には、長安が手がけた自責の多くが残されており、今も統治の偉人として尊敬を集めています。そして彼が生涯かけて発展させた鉱山のうち、石見銀山はその歴史的背景が評価され、2007年に世界遺産に登録。佐渡金山も世界遺産の暫定リストにその名を連ねています。石見銀山には彼が馬に乗って通ったという大久保マブが残り、江戸の黄金期を支えた彼の功績を今に伝えています。